ノーバート・ウィーナー、ノーバート・ウィーナー、ノルベルト・ウィーン、1894年11月26日から1964年3月18日は、アメリカ合衆国の数学者、ミズーリ州コロンビア生まれ、サイバネティックスの提唱者として知られている。父親は、イディッシュ語研究などで知られる、ビャウィストク出身のポーランド系ユダヤ人言語学者、レオ・ウィーナー、 ビーネル。1894年、アメリカ合衆国ミズリ州コロンビアに、父レオ、レオとユダヤ人の母、バーサカーン、バーサハンの長子として生まれる。レオは、ハーバード大学で、スラブ語の講師をしつつ、ノーバートに7歳まで彼自身の手で、実験的で厳しい英才教育を授けた。父親の指導と彼自身の才能により、ウィーナーは振動に育つ。 1903年、アイアーハイスクールに入学、1906年に卒業した。1906年9月に11歳でタフツカレッジに入学、1909年14歳の時に数学で学位を取得し、ハーバード大学の大学院に入学した。ハーバード大学では動物学を専攻したが、1910年、コーネル大学大学院に移籍し、 哲学を専攻した。翌年再びハーバード大学に戻り、哲学を続けた。1912年、18歳の時に、数理論理学に関する論文により、ハーバード大学より PhD を授与された。そして、ケンブリッジ大学に留学し、バートランド・ラッセルの下で学ぶ。G.H. ハーディの数学の講義に感銘を受けたらしい。 1914年には、ゲッティンゲン大学で、ダフィット・ヒルベルトや、エトムント・ランナウの下に学ぶ。その後、ケンブリッジに戻り、再び、アメリカに戻った。1915年から1916年には、ハーバード大学で、哲学講座の講師を1年間務めた。その後、ゼネラル・エレクトリックで働いたり、百科事典、エンサイクロペディア・アメリカーナの編集執筆者として、働い後、 メリーランド州のアワディーン性能試験場で弾道学に関する仕事に就いた。戦争が終わるまでメリーランドで過ごした後、1919年24歳の時にマサチューセッツ工科大学数学科の講師の職を得た。ウィーナーは学生の間ではお粗末な講義のスタイル、ジョークや方針状態となることで有名だった。彼は批判に対して過敏なことで知られ、 創う的な傾向があった。MIT に勤める傍ら、彼はたびたびヨーロッパに渡航した。1926年に、ドイツ移民のマーガレット・エンゲマンと結婚し、彼らの間には二人の娘が生まれている。その後再び、グッケンハイム研究員としてヨーロッパに渡った。彼は、ゲッティンゲイやケンブリッジで過ごしたほとんどの時間を、ブラウン運動やフーリエ積分、調和解析、 ディリクレ問題、タウバー型定理などに関する研究に費やした。第二次世界大戦中の彼の射撃制御装置に関する研究は通信理論への関心を総合し、サイバネティックスを定式化することへ彼を促した。戦後、彼は自身の影響力を行使し、ウォーレン・マカロックやウォルター・ピッツラの人工知能、計算機科学、 神経心理学の分野における当時最も優れた研究者の幾人かを MIT に招いた。しかし後に突然かつ不可解に、ウィーナーは苦心して集めた彼ら研究チームとの関係をすべて絶った。その理由については、ウィーナーの鋭敏すぎる感情や妻マーガレットの関与など様々な原因が推測されている。いずれにしても、この出来事はこの時代で、 最も成功を約束されたはずだった科学的共同研究グループの一つの早すぎる結末であった。しかしこの MIT に集められたメンバーらは後の計算機科学多の発展に影響を残すこととなる。グループとの断絶にもかかわらず、ウィーナーはサイバネティックス、ロボティックスやオートメーションなどの分野で新たな境地を開拓し続けた。彼は研究において 才能を発揮し続け、また彼の理論と発見を他の研究者と自由に共有した。不幸にも、冷戦時代においてはこの態度は、ソビエト連邦の科学者への指示の表明などにもよって、様々な疑念を呼び起こした。さらにウィーナーは、共産主義者の権威をかけられ、赤狩りの対象にもなった。第二次大戦後、ウィーナーは、科学研究への政治の干渉や、 科学の軍事化の問題に関心を強く持つようになった。彼は、ある科学者の反乱という大の論説をアトランティック・マンスリー1947年1月号上で発表し、その中で科学者に対し、自身の研究が持つ倫理的な概念を実行するように強く主張した。彼自身は、軍事関連のプロジェクトで働くことや政府からの援助を受けることを拒絶した。彼は、 オートメーション技術を生活の質を高め貧困地域を発展させるのに用いるという構想の強力な支持者だった。これらの構想はインドに大きな影響を与え、1950年代に彼はインド政府に助言を与えていた。1950年に記した人間機械論で学歴社会を統治者は永久に統治者であり、兵士は永久に兵士であり、 労働者は労働者に運命づけられているとし、昆虫は成長の過程で脱皮し、神経系を破壊されるので、幼虫から成虫に多くの記憶を移すことができない。人間以外の哺乳類は、学習によって獲得する、後天的な能力より、持って生まれた先天的な能力が優先させ、人間と他の動物の決定的な違いは学習である、と述べている。1964年、 スウェーデンのストックホルムにおいて没した69歳。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。